倉持明日香は日本のタレント、司会者、女優である。AKB48 元メンバーでチーム B のキャプテンも務めた。スカパー、プロ野球セット PR アンバサダー。父は元プロ野球選手で、現在はプロ野球解説者の倉持明。神奈川県横浜市出身。渡辺エンターテインメント所属。 デビュー前2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年向き、谷クラブとの共同ひまわり組ファーストステージ、僕の太陽公演ひまわり組セカンドステージ、夢を死なせるわけにいかない公演チーム系フォースステージ、最終ベルが鳴る公演チーム系フィフスステージ、サッカーが離公演シアター G、 ロッソ、夢を死なせるわけにいかない公演チーム A6 ステージ、目撃者、公演大島チーム K ウェイティング公演チーム K、ウェイティング公演2、最終ベルが鳴る公演チーム B6 ステージ、パジャマドライブ公演過去の出演番組。ありがとうございます。